はい、どうも、マノチです。よろしくお願いします。龍が如く3やっていきましょう。今回から第5章。うん。頑張りましょう。やっていきます。5章、戦いの幕開け。2年ぶりですね、キリュウさん。ああ、こうしてキリュウさんと酒飲めるのも久しぶりだ。ゆっくりしていってください。いや、そうもいかないんだ。さっきの長谷部とかいう男の言っていたことですか？ああ、柏木さんのことが気になる。すぐにでもミレニアムタワーに行きたいんだが。じゃあ本当にホスト同士の喧嘩なんですね。ええ、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。オーナーが警察の連中追い払うまで我慢してください。どうでしたか？大丈夫だ。若いホストの喧嘩ってことで警察には話しておきました。いやー、カズキイケメンだよね。そうか、でもしばらく様子を見た方がいいでしょうね。表にはまだ警察官が待機しています。今外に出たら質問攻めにあってしまうでしょう。10分もすれば消えるはずです。おい、ゆうや、悪いが表の様子を見てきてくれるか？あ、はい。警察がいなくなるまでの間、キリュウさんには少しお話ししておきたいことがあります。何でしょう？カムロ町の現状です。キリュウさんがカムロ町を去ってから2年、その間に随分とこの町は変わってしまいました。いや、町が変わったというより東上界内部の勢力図が変わったと言った方がいいでしょう。何が起こってるんだ？三代目錦山組の代頭です。先代の新道、先々代の錦山さんの頃から武闘派でしたが、今の組長も相当なイケイケで、三代目錦山組を襲名してからというもの、暴力でカムロ町中の店を我が物にしようと。ひどいな、なんか今日の喋り。柏木さんの風間組が黙っちゃいないだろう。ええ、ただ柏木さんは登場会の若頭のものですから、ごめん、みんな読んでみんな読んで、この投げやりな感じ良くないね。読もうか。神室町の店も風間組にお世話になっていますから。そうそう、錦山組になびく店もなかったんですが、ここ最近の事情が変わったのか。ええ、最初は暴力で脅すことしかできなかったんですが、ちょうど1年前あたりからどういうわけか急に金回りが良くなったようで。みんな読んで、別に漢字が読めないわけじゃないからね。はい。ここ1年で急激にカムロ町の島を拡大していってます。身内の島だってのにお構いなしか。仁義も何もあったもんじゃねえな。そうなってくるとさすがに風間組も黙ってはなくて、最近じゃ頻繁にいざこざが起きています。今では完全に対立してますから、近々大規模な抗争が起こるんじゃないかと周辺のテナントも戦々恐々としています。おそらく錦山組は風間組とことを構えるためにうちの店を拠点にしようと考えたんでしょう。なるほどな。ここなら風間組のあるミレニアムタワーも近いし、この辺りの店としてはかなりの大箱だからな。もしもし、セレナです。あ、自動再生助かるね。俺だ、柏木だ。柏木さん、至急お前に会って話しておきたいことがある。明日にでも東京に来てもらえないか？俺なら今カムロ町にいます。本当か？ええ、俺も柏木さんに話したいことがありましたから。今どこにいる？スターダストです。スターダストだと？何か警察が集まっているみたいだが、何かあったのか？ええ、錦山組の連中と店の中で揉めました。でも問題ありません。それよりも柏木さんは大丈夫ですか？何がだ？いや、
錦山組の長谷部という男が柏木さんの身が危ないと。そうか、すぐにでも会って話をしておいた方が良さそうだな。桐生、今から会えるか。ええ、風間組の事務所に行けばいいんですか。ああ、頼んだぞ。はい。あまり言いたくはないが、お前の命狙っている連中はたくさんいるはずだ。あまり派手に動かないよう、ミレニアムタワーまで来てくれ。いいな。ええ、それじゃ。そろそろ出る。ええ、柏木さんのところへ行くんですね。ああ。どうだった、外の様子は。ええ、警察の連中、店の前からはいなくなったんですが、ミレニアムタワー方面に張ってますね。まずいな。うまく警察をかわせるルートがあればいいんだが。それならちょっと面倒なんですが、一旦中道通りに出て、そのまま道を横切ってピンク通りの方から回り込むように言ってください。そのルートなら警察に会わずにミレニアムタワーに行けます。わかった。桐生さん、警察以外にも数日前から変な連中が街をうろついています。気をつけて行ってください。どんな奴らだ。黒いスーツにサングラスをした数人の集団です。外国人クラブの奴の話だと、堂島大吾さんの行方を追いかけてるって噂です。何だと。目的は分かりませんが、大吾さんが撃たれたことに関係している連中かもしれません。どこかの組がいろんな手使って大吾さんの居場所を知ろうとしてるんでしょう。大吾の安否を確かめるためか。こんなこと言いたくありませんが、もし大吾さんが亡くなっているとしたら、跡目を狙っている組織にとってこれ以上嬉しいニュースはありませんからね。どちらにせよ桐生さんの味方じゃないことだけは確かです。お気をつけて。ああ、わかった。よし、じゃあ進めていきますか。いや、あのさ、和樹誰かに似てんなと思ったんだけど、分かった、誰に似てるか。俺だ。そっくりだな。に、イケメンだもんね。似てるもんね。うん、ミレニアムタワーへ向かい。オッケー、回り道だな。中道通りから回り込むように行けと言ってましたね。行きましょう。あ、警察いる。いるね。回り込む、こっちから回り込むってことか。こういうことだね。で、ピンク通りに抜けて、中道通り裏から、突き当たっちゃっていいかな。で、ぐるっと行った。で、こっちかな。で、こう。おー、やべやべ、いるいるいる。え、どうすりゃいい、どうすりゃいい。こう、こっちか。誰だお前ら。どうして俺をつける。日本語がわからねえのか。どちらにしてもただじゃ口を割らなそうだな。ここで殺されるわけにはいかない。悪いが、痛い目に遭ってもらうぜ。レッツゴー。レッツゴー、かっこいい。
力強化しましょう。これ覚えよう。うん、これだね。技レベル上げましょう。攻撃の速度上げたいよね、やっぱりね。上げます。いや強そうだね。いやラッツ&スターかなと思ったんだよね、その黒スーツにサングラス。まあ一人足りないところを見るとやっぱラッツ&スターかなと。マーシーがいないでしょ。あと一人、何か面白そうなできないか。格ゲーじゃねえかこいつ。なんじゃ、強い正面向きたい。広げ出した武器持たなくてよかったよ。なんだ、止まってるよ。おい、テイ、おい、いっぱい止まった。大吾の居場所を嗅ぎ回っているのはお前らか。お前ら一体誰に雇われた。奴らは一体、どうやら警察も通行規制を解いたようだな。今は柏木さんのいるミレニアムタワーに急ごう。急ごう。ん？黒い服の外人、さっきの奴らと関係があるかもしれないな。おい、そこのあんた、ちょっと待ちな。おい、やはりさっきの奴らと何か関係が。捕まえてことを聞き出すか。チェイスバトル。チェイス中は R2 ボタンでダッシュが可能です。はいはいはい。犬、豆の時のやつだね。捕まえましょう。四角ボタンを押すとタックルを出すことができます。右下にゲージが出ると。で、四角でタックルを当てると。通行人にぶつかんないようにダッシュ。難しいね。相手との距離が離れすぎてしまうと敗北になってしまいます。敵から離されないように任せてください。目的は何だい。相手のスタミナをゼロにすること。はい、分かった分かった。タックル。
なるほどね、そんなに距離は出ないんだ。あ、バツボタンでジャンプ、はいはい、うん、邪魔だこの野郎、難しくない？特定の場所でバツが表示されることがあります。はい、はい、タックルゼロにすればいいのね、オッケー。当たんねえぞこんなの。やばいやばい、うん、よし、同じコースしか走んないんだね。おっしゃ、終わりだ。おい、お前、さっきの奴らの一味か。私何にも取ってないよ。マック？なんでカムロ町にいるんだ。ミーは最高の1枚を取るためなら世界中どこにでもです。てかマックかっこいいね、映えるよね、その黒人の黒服ってかっこいいよね。マック篠塚って名前なんだ。カムロ町に来てうろついていたらさっきの場所でバトルが始まったね。男の熱い血と汗、これも最高の一枚につながっていると感じて遠くから見てたです。なぜか写真を撮ってたらバトルが終了して一息と思ったら、そのうちの一人から声をかけられてびっくりしたです。まさかキルさんだったとはね。街中での騒ぎまで写真に、呆れたやつだ。まあいいさ、あんたみたいなやつがやつらと組んでるとも考えられんしな。キルさん、心の友、分かってくれてありがとうです。ところでさっきのキルーさんの走り、とても素晴らしかったです。あなたの速さはワンダフルでグレートね。袖振り合うも頼みます。キルーさん、あなたにとっても紹介するです。気になるですよね、とっておきの場所か。確かに少し気になるな。じゃあ今から早速、ん、残念です、カモロ町にいるミーの友人から飲みのお誘いです。ごめんなさい。ミーは友人のところへ行くね。友人？カムロ町にお前の知り合いがいるのか。イエス、とっておきの場所にいるとっておきの友人ね。ミーの友人は世界中にいるね。残念ですがキルさん、とっておきの場所はまた今度紹介するです。それでは失礼、アデュー。どこかで会うだろう。随分と時間食ってしまった。今はミレニアムタワーへ急ごう。メールが来ましたよ。彼女いるんだね。ポールダンスエイジアでショーパブの前でいっぱいいるらしいね。まずエイジア入ってポールダンスがやってるのを見ると真似する酔っ払い出てくると思うね。なんでドクロマークついてんだろう。エイジア行ってみますか。エイジア行って今回やめよっか。でおそらく典型のやつだと思うんだよね。一回ちょっと、攻略サイト見たいんだけど。エイジアどこだっけ、ここら辺だっけ。クラブエイジアだねこれね。嘘ついたわ。クラブアゲハだこれは。うん、こっちだエイジア。近いですね。行きますか。ちょっと一回点検の確認していい？ちょっと待ってね。
はい、OK です。こっちか。エイジアだね。話さないとダメなのかな。3000円、安いね。行く。楽しみましょう。いや、なんか、お、拾っていこう。取る。ゲット。奥行けんの。わ、行ける。あ、通れはしないんだ。なるほど。オッケー、よし、行こう。なかなか楽しめそうな席だな。アップできないのか。回転して回転して。アップできないの。アップできないのこれ。おお。アップできないの。おおおおおお。楽しい。おー、すげえ。こっちこっちこっち、いやー、こっちこっち行って、また開いて。まだ見たいな。もう一回同じなのかな。いや、退出しましょう。いや、なかなか良かったよ。ごちそうさまでした。で、電柱になんか絡んでる。あ、いた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 。ん？あれは。何？何？よくあったの？おお、すげえ！何？ラララララ、おお、ラララララ。エグゾエグゾ。フィニッシュ。ひらめいた。典型が来た。今の技かっこいいね。どうやってやるの。プロレス技みたいでね。プロレスかな、ルチャリブレかであるよね。ああいうなんか足絡ませて投げる技、名前わかんないけど。ポールダンスの極み使ってみたいね。よし、今回はここら辺でやめようかなと、はい、思います。うん、いろいろね、サブイベントとかもあるっぽいんで、それもこなしたいし。というよりさ、あれどこにあんの、あれ。ポールダンスの極みとかってどうやって使うんだろう。
すごく使いたいんだけど、典型の使い方がいまいち分かってないんだよね。うん、はい、今回はここで終わろうかなと思います。はい、次はミレニアムタワーに行って柏木さんに会いましょう。うん、そんじゃ、終わります。バイバイ。Woo-hoo!